テストを繰り返していた。だがその情報をキャッチした情報特務が出ちゃいましたね。出ちゃいましたね。出ちゃいましたね。やべえやべえやべえな。これは連邦軍のプロトタイプ。いきなりいいところに。戦争という時代に生きた人々の物語。開始して大丈夫です。はい。聞こえてますでしょうか。はい、それではですね、これから昼から、夜までの、ユニークタイムの、開始となります。よろしくお願いします。はい、では私の方が、ランナーの、バカンダと、申します。よろしくお願いします。こちらは、僕の話し相手の、カクさんとなります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではですね、このタイトル画面で、プレイを選択したら、計測開始となりますので、カウントダウン、開始したいと思います。大丈夫でしょうか。あ、 OK ですか。カウントダウン、じゃあいきます。じゃあ3、2、1スタートでいきます。3、2、1スタート、お願いします。お願いします。さあ、ゲームの、この下の方に映ってる、アイコンを説明していこうと思うんですけど、一番左が、移動アイコンで、左か2番目の、雷みたいなのが、攻撃アイコンで、左か3番目の、棺桶みたいなのが、後々使う、ガンダムシールドを用いた、防御アイコンで、一番右が、アクションアイコンとなっております。こちら、サイド7というところが、ジオン軍に襲われているところから、始まり、この車が、左折したところで、物語が始まるんですが、今すごい角度で下っていったように見えたんですけども、かなりそうですね、急坂だったんですけど、はい、まあ、かなりドライビングテクニックに自信があるのか、どんどんこのザクがいるところを走っていき、でここで、車が爆発してしまうんで、目の前にあったちょっと工場に逃げていくのがこれ、はい、主人公の僕となります。でここで倒れているのが、はい、本来はガンダムに乗るはずだった、ドーティー少尉というのがもうすでに死んでいるんで、はい、成り行きで僕がガンダムに乗る流れとなります。僕ってことは、アムロレイではない。そうですね、これはもう、はい、私です。私なんです、ね、私です、はい、なるほど、まあ、いわばバカンダですね、これは。なるほど。こう誰だお前はって言われますけど、僕ですね、もう、はい、もう民間人の僕が、誰でもいいと言われたんで、もう乗るしかないという。でこの後、リフトに対してアクションアイコンで、上がっていきます。ちなみにですけども、ここの、リフトに乗るのを、手間取っていると、ザクが侵入してきて死にます。死にますか。はい、あっさり死にます。なるほど。でこの後、ザクが、この工場に遊びに来ます。こんにちはという感じで来ます。でこちらが、寺院5丁となります。もう一機見つけました。白いやつですね。さあ、間もなくですね、このガンダムに乗り込んで、ガンダムを起動させる流れとなります。はい、ここで、コクピットに対して、乗り込み、ガンダムを起動、ガンダムの操作テストを行う流れとなりますが、一手でもミスをしてしまうと、はい、死にます。死にますか。はい、なので慎重に操作を行い、起動させていきます。まあ、素人の、ね、操縦なので、まずはやはりテストが必要ですね。そうですね、はい、で次は攻撃、防御、アクションで、これで、ガンダムが起動します。はい、まあ、この入力も最速でやるということですね。そうですね、はい、全て最速入力、最速、そうですね、もう全て最速で、はい、はい、行います。でようやくこのザクの、乗ってたパイロットのジーンが、警戒しだして動き出すんで、はい、バルカンに切り替えて後ほど迎撃します。はい、で今ガンダムは動けないので、バルカン以外の選択肢は、死んでしまいます。ガンダムが立ち上がるって結構迷信だと思うんですけど、最初から立っているように見えるんですけど、そうですね、ガンダム第一に立つはずなんですが、すでに立っているという、もう、はい、原作の相違点が生まれてるんですが、もうそこは
ちょっとゲームなんでということで、ちょっと、まあ、オリジナル展開ということで、はい、でこちら、映ってる右上のキャラクターが、ブライトさんです。あ、この方がブライトマンチ、ブライトさんです。でここでシールドを忘れるなと言われるんで、はい、これシールドを忘れてしまったらどうなんでしょうか。後ほどの場面で、はい、不意打ちがあるんで、はい、でそこで、ガンダムシールドを使うんですけど、はい、防げなくなってしまい、はい、死んでしまいます。死にますか、はいはい、なのでここで盾を素早く取ります、はい、ここで盾を取得ですね、はい、で盾を取って外に出て盾を速攻で使います、はい、で、まあ、これ初見殺しですね。これでザクの強襲が、そうですね、ここで盾で防ぎます、はい、ですぐさまサーベルで反撃し、でここで、ガンダムが、ザクを撃破するんですけども、はい、これまあぼーっとしているとザクが大爆発を起こして死ぬので、はい、盾でガードします、はい、これガードしなかったらもう間違いなく死んでしまいます、はい、死にますね、今の爆発は絶対死にますね、はい、死にますね、はい、さすがガンダムシールドという、はい、ただあのガンダムシールドとガンダムの装甲同じだったはずなんですが、はい、っていうのはもうちょっと気にしないです。そうですね、はい、さあ間もなく、ジオンのエースが現れるんで、はい、ご期待ください。この赤いザクに乗ってるパイロットですね、原作よりモビルスーツの数が多いように見えますね。こちらですこちらです。さあ、ザク部隊が襲ってきたのでジャンプで回避します。でこちらの操作で、一面の操作は、終了となります、はい、これでホワイトベースはサイドセブンを出航していくという形ですね。原作をなぞっていく展開となります、はい、連邦も必死というわけだ。そうですね、もう僕も必死なんで。まだ戦いは終わらんよ。でこの後、パスワードが出てくるんで最速で送っていきます、はい、はい、ここら辺の送りスピードなどがタイムにかかってきますね。そうですね、はい、こちら、私自身が、そうですね、29分46秒で、世界記録を持っておりますので、ただ、ランナーがですね、合計で4人しかいないので。4人もいるんですかあ、そう、4人もですかね、はい、なので今始めたら、世界5位に、なりますので、なるほど、はい、よろしくお願いします。サイドセブンの壁、こちら、はい、そうですね、今喋っているのはブライトノアさんで、はい、19歳です。私はブライトノア、さあ自己紹介ありますけど、でこちらですけどブライトさんの髪型がコロコロ変わるので、うん、気にしておくと面白い展開になる。そうですね、今は、まあ、脇目がちゃんとあって、ね、64ぐらいの、はい、で後ろから来た、女性がですね、これセイラさんではなくてオリジナルのサラホリンというキャラクター、誰やねんというオリジナルガンガン出てくるんですね。そうですね、ここからオリジナルキャラクターがもう一人出てくるんで、はい、なるほど。さあここですね、あなたは誰ですか。お偉い人ですんで、展開的に言うとデビルさんとかとは思うんですけども、そうでもないということです、ね、こちら、ハニアサナという将軍ですね、はい、なるほど、オリジナルキャラクターとなっております。ミサイルの武力を直撃し、ほとんどの士官がやられました。アイシャドウが、アイシャドウが特徴的なブライト艦長との会話がするわけですね。そうですね、結構ここ長いんで、はい、ちょっと落ち着ける時間に、そうですね、早いですね、落ち着く時間がそうですね。サイドセブンからの V 作戦用モビルスーツの回収はどうか。まあ、こちらまあゲームのまあ概要も説明してくれてますので、はい、いわゆるガンタンク、ガンキャノン、ガンダムを中心として作戦を進めていく、はい、V 作戦で作られた3機ですね。はい、はい、ではホワイトベースは直ちに南米地球連邦軍本部ジャブロへ直行してください、はい、このままジャブロに行けと。そうですね、ですが乗組員の大半はやられ、それを補っているのは民間人なんですよ。地球の戦況がさらに悪化しているのです。まあ、先ほどの僕というのがいわゆる民間人なので、彼らに戦わせていいのかという話に今となっているわけですね。まあ、ただしそのガンダムを操れるのがもう僕自身となっているので、はい、すごくあの大変な状況なんですけども、はい、この後ブライトから乗ってくれと頼まれますので、はい、はい、結構ここは長いんですよね。地球連邦軍は敗北を喫すことになります。本日をもってあなたを艦長代理に。さあここで、ブライトが、ホワイトベースの艦長と、はい、なります、はい、地球連邦のために任務の成功を祈っています。はい、はい、今私しか艦長になれる人間がいないのと同様に、連邦軍最強のモビルスーツの操縦を頼める人間は民間人である君しかいないの。そうですね、もう僕しかいないと、はい、メカニックの話だと
ガンダムに搭載された強力な教育型コンピューターはパイロットに応じて戦闘行動を予測できるらしい。プライスさんかっこいいですね。そうですね、日本人と外国の方のハーフらしいですね。なるほど。君に連邦士官となり、さあ間もなくですけど、このバッジを渡される場面あるんですけども、判定が発生してから41フレーム以内に受け取らないと、ゲームオーバーとなります。ちょっと初見殺しが過ぎるんじゃないでしょうか。もうこちらぼーっとしてると、もうさっさとこの開けた手のひらを閉じて残念だ、もうルナ2へどうのこうのって言っていて、もうゲームオーバーとなる。もうちょっと考えてくれてもよかったと思うんですけど、1秒弱しかも猶予がないと。なるほど。でこちら、画面半分が映ったところでもう会話パートに、混じれるので最速で混じっていきます。 RT 要素ですね。そうですね。でこちらですね、このガンキャノン乗ってる右のキャラクターがカイ・シデン17歳です。はい。で左の、黒人の方が、リュウ・ホセイ18歳です。なるほど、はい、個人的にはこのリュウさんが、とてもいいキャラクターなんで、はいはい、今後の活躍に、はい、ご期待ください。さあ自己紹介がもう間もなく終わって、次にはあのジオンの、紹介の流れとなります、はい。こちらですね、ジオンの流れが始まります。はい。まあ、このままホワイトベースは、地球に向かって、降りていこうというところですけども、ジャブローに向かおうというところですね。はい、そこをジオン軍は、邪魔をしようというところになりますね。はい。で今ちょっと声が聞こえているんですけども、こちらで、ガルマザビが、登場します。はい。ガルマといえば特徴的な髪型なんですけどもというところですね。はい。サムサイン乗るシャア。シャア。この後一人しかいなかったようなという。さあこちら、ガルマザビ、ね、ガルマザビですね。個人的にはこの人の演技がとても素晴らしいので、はい、ご注目ください。このアルティの見どころの一つですね。そうですね。助演男優賞を与えてもいいと思います。なるほど。こちらケツアゴポイントですね。かなりの、そうですね、そのようなポイントがあるんです。そうですね、もうかなりくっきりと映るので、はい、データウィングパイロットの準備をしよう。さあ間もなく、お待たせしました、2面が終わりますの で3面なんですけども、シャアと、戦う場面があるんですけども、こちら、最速の、コマンドを、入力して、無駄がない、演出が少ないっていうあの武器選択を、していきます。はい。で早めに、選択する武器をちょっと言わせてもらうんですけども、バルカンシールドライフルバルカンシールドシールドという順番が、最速の、手順となります。でこちら、ブライトさん髪型がもう変わっている、変わってます ね、 そうですね、先ほど脇目がありました、ね、そうですね、64からなんかもうオールバックにちょっとチェンジしておりますので、この数日に何があったんでしょうか。そうですね、もう艦長となったからにはというところでしょうかね、はい、威厳というものが必要ですからね、はい。さあステージ3が間もなく始まります。私がやる。さあこちらのパスワードもスキップしまして、はい、はい、では3名へ入ります。もうちょっと復習しますと、バルカン、いきなり送ってきましたね。そうですね、バルカンシールドライフルバルカンシールドシールド、はい、はい、君はなかなか検討したが、ここで楽にしてやる。さあまずバルカンで弾き出します。でザクマシンガーをガードします。はい、武器選択。この後、ライフルで攻撃し、バルカンで攻撃します。バルカン、しかし当たらない。さすがシャアでタックルしてくるんでガードします、うん、でそこでシャアが驚くと。はい。なんというパイロットだ、まさかニュータイプだというのか。間髪入れずに射撃してくるんですぐさまガードします、はい、しかし、防ぎきれず足が、大破してしまい、はい、この後どうなってしまうのか、はい、コマンド入力は全て決まりましたね。そうですね、はい、最速でいきました、はい。ディスクチェンジの準備をします、はい。さあこのゲームの一番大事な要素と、このゲームの8割を占めるとされているディスクチェンジですね。こちらぜひとも、はい、手元に、はい、5秒で行われるとダメなので、はい、手元にご注目いただきたいと思います、はい、わざわざセッティングしていただきましたか、はい。そしてここで、ソアキャノンというものが地上から、そうですね、撃ってきてホワイトベースを、北米大陸に落としていくんですけども、ね、射程距離どないなっとんねんという。そうですね、もう何千キロメートル地上から来ましたからね、はいはい。ちなみにソアキャノンがこれオリジナル兵器なんで、そうですね、はい、後ほどこれを、潰しに行く流れに入ります。間もなく、ガンダムが大気圏突入するんで、パスワードを送った後ディスクチェンジが発生します、はい。さあディスクチェンジ、早い、早かった、これは早かった早かった
これは素晴らしい。ありがとうございます。早かった。昨日今日とやった練習のどれよりも早かったですね。いや早かったです。もう今までで、はい、そうですね。昨日今日で10回以上やったんですけど、ね、早かったですね。はい。で僕は半年間このゲームの RTA やってきたんですけど、はい、今まで一番早かったです。早かったですね。はい、素晴らしい。ありがとうございました。さあ、ですね、話は、ですね、アニメだと、10話までの展開なんですけど、もうすごくカットされて、もう10話、まあ、9話あたりですかね。そうですね。はい、ニューヨークに行きます。はい。本当にカットしましたね。はい、かなりがっつりカットして、はい、ここの、会話場面、なんですけども、僕はリュウさんのセリフが好きです。はい、ご注目ください。辛い戦闘だったな。あの赤い彗星とやり合って生きてるとはラッキーボーイだぜ。ラッキーボーイだぜ。いいですね。フランクですね。そうですね。もうかなりコミカルな明るい面白い人ですね。俺たちもホワイトベースを守るので一苦労だったんだぜ。どっち向いてもザクばっかりでよ。本当にダメだと思っちまったぜ。遅くなってすまなかった。ホワイトベースの修理に手間取っている。さあソアキャノンによって攻撃を、受けてしまい、はい、というなんですね。足が破壊されていますからね、はい、これをどうしようかというところですね。そうですね、今も修理中なんで、はい、現在ガンダムは足を修理中なので、そうですね、今説明がガンタンクの B パーツをガンダムに貫通した。さあどうするのか。さあガンタンクの足を、うん、ジオンの対空砲撃機を見つけて、うん、何としても破壊してほしい。何としても破壊してほしい。カイト竜は、まあ、先ほどやられた対空砲ですね。そうですね、あれを壊してほしいと。はい、はい、それなんとか、なぜかガンダム元いガンダムタンク、はい、ガンダムタンクが短期で行きます、はい、実際にはガンダムの、変形形態として G ベルという一応、まあ、キャタピラ付きのもの形態はあるんですけども、それとは違うオリジナルのものですね。そうですね、完全このゲームオリジナルのガンダムタンクとなります。やばいことになってきたぜ。この会話が終わった後、3D 迷路面になるんで、左、上、右、上、上と進みます。で全てこれも、最速入力で、一応進んでいきます。これ入力、入力というか方向間違ってしまった、そうですね、バラエティ豊かな死にポイントが大量に配布されて、はい、いるんで、はい、間違いないように進んでいきます、はい。さあガンダムタンク無事に突破できるんでしょうか。はい、さあ最初は左です。しかし地雷原とか言ってた中でタンクというのはかなり無謀なのではないでしょうか。そうですね、もう踏んだ瞬間爆発してしまうんで、はい、で次が上です。でその後は右です。で右に曲がった後最速入力で、上に進んでしまうと、なぜか右方向に進んでしまう罠があるので、ゆっくりと上を向いたっていうのを確認した後に上方向に進みます。じゃあ安全に上を向いたっていうのを確認した後上に進んで、最後も上です。場勝負なんです。ここは慎重に行きましょう。で最後のところですけど、両サイドに地雷があるんで気をつけていきたいですね。さあこれで5面が、はい、間もなく開始されるところですね。4面が終わって、はい、さあ無事ソワキャノンがある、はい、完了しました。はい、基地へやってまいりました。はい、先ほど撃たれたあのソワキャノンをここで倒していきます。で後ほど使う武器ですけど、バロカンを使うんでチェンジしておきます。はい、さあガンダムタンクさんお疲れ様でした、はい、というわけでステージ4が終わりです。ここで、先ほどの足が修理されますので、ガンダムは完走するということになるわけですね。ガンダム、こちらホワイトベースだ。そのままの位置を維持。でこちらですけど、今、シャアのザクが映るんですけど、こちら原作通りのような展開ですね。ホワイトベースの位置を把握するという、はいはい、隠れてる位置を把握しますね。そうですね。奥場はあんなところにいたか。さあつぶらな瞳が、見えますか。そうですね、吸い寄せられるような瞳ですね。垂れ目の特徴的な、はい、うまく使えるかもしれない。さあここでシャアが第6話に続く、はい、流れですね。はい、でこちら、無事に足が治ったので、さあこの万全な状態で基地に向かいます。でこちら迎撃システムが、あるのでバロカンで破壊していきます。1機2機3機、はい、4機といかず、あれもう1機残ってるように見えたんですけど、そうですね、あれはいいんでしょうか。いらないみたいですね。なるほど、はい、仕事してないですね。そうですねさあ、基地に侵入しました。はい、これがこちら武器を構えると、はい、次の敵が出現します。はい、
後ろから、はい、誰だと思ったらグフですね。グフですか。流れかランバラルですか。いや違います、これただのジオングのおじさんです。なるほどグフといえばランバラルなんですけど、はい、謎のおじさんです、まあ、ちょっと検索がすると登場式早いですからね、はい、そうですね、はい、でこちら、ヒートロッド使ってくるんで、はい、ガンダムシールドで防御した後、サーベルで応戦します。はい、でこちら受け止めた後、さらに、ヒートロッド使ってくるんで片腕が使えなくなるんですけど、もう片方サーベルがあるんで来ていきます。でこの後、グフが自爆しようとするんで格闘で受け止め、はい、捨てます。お上手投げが見事、はい、上手投げで、はいはい、捨てました。でこれで勝ったと思うと油断しちゃいけないんで、はい、天井に穴がちょっと映ってるんでジャンプで逃げます。なるほど、安心してしまうところですね。そう、そうですね、もうコントローラー離してしまいそうなんですけど、はい、まあ、なんとかこれで5面が終わり最終面へ突入します。入力できないとどうなるんでしょうか。死にます。死にますね、はい、破壊したか。さあこちら、シャアとガルマの、まあ、イチャイチャタイムが始まります。始まりますんで、はい、お楽しみください。ガルマ、木馬の位置を。こちらの笑顔僕は大好きです。木馬とモビルスーツは今ネバダ基地でソアキャノンを攻撃している。こちらに来れるか。すぐにガウで攻撃を加えてくれ。こちらはラスベガスを通過中だ。ネバダには数分で到着する。感謝するぞ。さあこちら、原作通り、はい、ホワイトベースがいてその上空をガウが通過していくという流れですね、はい、シャアが、ガルマをホワイトベースの動線上に誘導して、ガルマを倒させようとしている流れですね、はいはい、さあこちらでガウ攻撃空母は進路を変更、本艦の真上を飛行中です。地方一斉発射。さあここでホワイトベースがガウを攻撃しに行きます。シャアはしてやったりですね。そうですね。お別れだガルマ、撃て。さあガウが総攻撃されます、はい、ガルマ大佐、後ろから攻撃を受けています。カウを180度。さあ、こちら大画面にシャアが映るんですけど、こちらの画面を RTA in Japan で映したかったので私はこれを応募しました。あ素晴らしい。こちらですね。あ素晴らしいですねこう大画面で見るこのケツアゴを見たかったっていう、はい、さあまだまだシャアの見せ場あるんでお楽しみください。すごいですね。いいですねちょっとモニター見てると本当にいいですね。そうですね。いやガルマが演技派ですね。そうなんですよね。あの目線を伏せて、はい、でこの後はあれですね、首を軽く振っておーノーといった風な演技もしてくれるんですけど、はい、というか悪い顔ですね。じゃあそうですね。ちなみにですけど原作では音声だけの通信で、この映像が映ってるのは完全にオリジナルです、ね、あそうですね。測ったな。さあ名ゼリフ、名言ですね。素晴らしい、よかったよかった、はい、でこの後ガウが、突撃してくるんでガンダムは、ジャンプして乗ります。あそこをしてくるところで、はい、さあ乗ります。抜けながら、はい、ジャンプで乗ります。ジャンプ。さあ翼のところに乗ったらなぜかザクが這い出てくるんで、ここから、はい、バルカンで迎撃しますあれは初見殺しですね。完全に毒がある場所じゃないと思うんですけど ね、あんなところにザクがいるなんて誰も予想できないんですね。このままで、さあ名声とかもう一つ来ます。このままで死ねるか、はい、私とてザビ家の男だ、無駄死にはしない。ジオン公国に栄光あれ。いや良かったですね。はい、はい、これでと、さあ突っ込んできますね。はい、はい、でガウが突っ込んでくるんで、ホワイトベースは、このガウの上に乗っているガンダムもろとも、ミサイル攻撃を仕掛けてくるんでなんとか避けろっていう無茶ぶりをしていますガンダムいるんですよ。そうですね、今もう翼に乗ってるんですけど、はい、もう待ってられない撃ってくるんで、これ ですね左に避けます、はい、左じゃないと死にます死にますか。死にます、死にますね。当たってしまいます、はい、この後カイさんがアドバイスをくれるんで、はい、コクピットを狙えと。なるほど、それに従い前進します。なんとかもうミサイル超怖いです、ね、横飛んでいってますけど怖いですね。でここでサーベル刺しガウにとどめを刺します、はい、あこれはさすがにガルマお疲れ様でした。お疲れ様でした。
でここでぼーっとしてると死ぬんでジャンプで逃げますこのままコントロール離すともう死んでしまいますんで、はい、ほっとできないですね、はい、まあ、なんとかガウ、撃墜し我々の勝利と、はい、あこれで、この戦いも終わったというところでしょうかね。長かったですね、はい、まあ、原作はまだまだ続きますけどもね、はい、ここで、よくやってくれたな、よくやってくれた、トットシェイだと君たちのおかげで生き延びれた、よかったよかった、よかったよかったよかった、よかったよかった、それじゃあ、はい、休暇のいただきます。いや、長かったですね。あ、緊張しました。あ、リュウさん帰ってきましたね。そうですね、まだ外にいるんだぜ、迎えてあげましょう、リュウさん迎えてあげましょう。おっと、あれおっと、あれ、どっから、ちょっと待て、何か赤い光が、おっと、おっと、ホワイトベース、カイ、ガンダム、ガンダム、やられちまう。あ、リュウさん、こんなとこで死ぬはずじゃないのに。リュウが、原作だとあともうちょっと生きるのに。さあ、オリジナル展開ですね。こちら、ラスボスのシャアが襲ってきます。さあ、オリジナル展開ですね。満面の笑みで、はい、やってきたぞという感じです。原作ではもうガウを撃墜されたのを見て逃げるんですけど、ね、はい、坊やだからさみたいな、そういうセリフが繋がるんですけど、なぜか襲ってくると、はい、ここで、ハイパーバズーカ取られちゃうんで後ほど取り返しに行くんですけど、なぜかガンダムじゃなくてガンキャノンを潰すと、ここで絶対もう選択間違いです ね、 そうですね。シャアとしてはガンダム狙っておけばもう、はい、このゲーム終わったんですけど、はい、で突進していきます、はい、で突進していき、なんとか、特命に持っていき、はい、シャアが持ってるハイパーバズーカを、落とします。切り下ろして殴って、えい、聖戦ですね。そうですね、すぐさまハイパーバズーカ拾います、はい、で撃ちます。しかし、はい、射撃能力低いんで外します。そうですね、ほとんど当たってないですね、射撃。そうですね、でホワイトベースの上に、まあまあね、逃げてしまいました、はい、この距離から私に命中させる自信はあるか。さあ、これ挑発しておりますけども、そうです、ね、ここでハイパーバズーカを撃つとどうなってしまうでしょうか。そうですね、ブリッジにハイパーバズーカ弾が行ってしまい、フライトたちが死んでしまいます。罠なんですね。そうですね、はい、なのでこれは挑発に乗ってはいけないという、はい、まだ持ってますけど、そうですね、ジャンプで追いかけ、はい、サーベルが正解となります。なるほど、捨てて、さあ、ここで接近戦に持っていきます。はい、接近戦しかしないですね。そうですね、さらに、さあ、つぶらな瞳がまた見えます。ああ、いいですね、垂れ目。私のことをただ戦いが好きな男だと思っている君に、戦争とは楽なものだろう。だが私はスペースノイドの独立という目的のために戦っている。なぜ連邦が戦うか分かるか。連邦は地球からコロニーを支配するためだけに戦っているのだ。さあ、演説が終わったらそこで襲ってくんでガードします。でこちらもうガンダムシールドも失ってしまい倒れてしまって大ピンチなんですけど、バルカンで迎撃します。おとなしくしていればすぐに肩がつく。さあ、なんとかバルカンで隙を作り、画面的にビームサーベル使ってるんでその通りなぞります。これ弾いて、はい、さあ、圧倒的有利な状況ですね。はい、私を驚かせる。シャアもうなってますね。はい、さあ、もう一丁サーベル。しかし、ガンダムのパワーがザクに負けるという、君にはお似合いだよ。どういうことだという。まあまあ3倍速ですから、そうですね、右にスウェイして、はい、その後サーベルで反撃します。これで一応、僕のコマンド入力は、終わりです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。下がらせてもらおう。タイマーストップは、後ほどパスワード画面が映った後、コングラチュレーションが出たらストップとなります、はい、エンディングをお楽しみください、はい、というわけでこれ、まあ、原作でいうとかなり中途半端なところで終わってるように見えるんですけど、10話で終わりですか、はい、原作はまあもっと全然続きますね。42話ぐらいになったような気がする。これでこの後ってどうなってるんですか。そうですね、オデッサの方に、はいはい、話は続くんですけども、はい、こちら発売、そうですね、1作目発売されたのが1997年なんですけども、はい、続編がですね、今なお出ておりません。あ、なるほど、はい、今なお出ておりません、はい、と、まあ、言わずにおきます。そうですね、
いや楽しみですね。楽しみですね。いやいつか出ると思いますよ。やりたい、やりたいですね。名作ですからね。あ、リュウさんが、あ、いや生きて、あ、よかった、生きてた、よかった、よかった、原作破壊じゃなかった。そうですね。危なかったです。リュウが生きてることによって続編があるというのを匂わしてくれるということですね。素晴らしい。さあ22年待ってるんですけども、オデッサに集結しています。はい、この作戦に失敗は許されません。さあシャアがもう全部ここで通信のやり取りを聞いているというすごい状況ですね。はい、地球連邦のためにヒカンダの幸運を祈っています。さあここだけですね、ギレンの、セリフがあるんですけど、あのガルマが国葬ですね。そうですね、ガルマの国葬の場面ですね、はい、名シーンです。本来ならもう、そうですね、オデッサに行くはずなんですが、父の恨みを晴らすために始めた私の戦争も君たちのおかげで間もなく、面白くなってきたよ。終わるタイミングというか、はい、迫ってきてますんで、はい、まあ、本来聞きたかったセリフは多分一つ飛ばされたとは思うんですけど、まあ気にしないでください。そうですね。私はザビ家を倒す、そしてあの白いモビルスーツもな。また会う時を楽しみにしています。また会いたいんですけど、はい、ぜひとも会いたい。そうですね、ぜひとも会いたいですね。楽しそうですね、これは。そうですね。でこちらパスワード送ってコングラチュレーションズが出たらストップで、はい、お願いします。ありがとうございます。タイムは、そうですね、29分48秒は、僕の記録は29分46秒のなので割と高結果だったということで、まあ途中ちょっと、はい、まあ一発勝負なので、はい、ギリギリのところはやめたところも含めたけど、そうですね、ただやはり、はい、ディスク交換がかなり早かったので、ディスク交換が、はい、はい、よかったですね。ありがとうございます。はい、いいオイタイムが出ましたね、はい、これは。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。はい、こちら、予定タイムが、50分なんで、ちょっと余ったので、エニーパーセントっていう部門がありますので、こちらちょっと、やらせていただきたいと思います。はい、少々お待ちください。はい、こちら、エニーパーセントの、私の記録は、1分8秒となっております。1分8秒はい。1分8秒となっております。プレステのゲームとしてはなかなか、そうですね、うん、かなり早いですね。ですね。こちらルールとしては、パスワードを入力して OK なんですけども、はい、あ、なるほど、はい、じゃあ6面まで行くのが一番、そうですね、6面がセオリーなんですけども、はい、3面のパスワードを入れます。あ、3面なんですか。はい、3面を入れます。なんかまだ遠そうな気がしますけど、そうですね、はい、まあ、こちら、まあ、後ほど理由が分かるので、はい、少々お待ちください。はい、さあパスワードを入れるので少々お待ちください。はい、いやしかしさっきの走り良かったです、ね、いやそうですね、ちょっと一安心ですね、うん、はい、かなり緊張していらっしゃると思いますけども、はい、さあ ここの上のところでパスワード入れます。はい、ストアと、そうですね、四角四角三角三角三角四角バツ三角バツで3面からスタートになります。でこちらですね、再びプレイを、選択したら計測開始したいと思いますので、321スタートで、計測開始していただいて大丈夫でしょうか。いきます、321スタートお願いします。でこちら、ですね、最初のところは、シャアに掴まれていて、時間がちょっとかかるのでバルカンで、行って進めます。はい、もう体験突入シーンですね、3話なので、はい、さあここは飛ばします。はい、で次の場面でわざと死にます。ほう、さあ防衛されます。ここでやられてゲームオーバーとなってしまいます。はい、うわーってなるんですけど、なってここでさあすぐにまた、あ、なかなか先ほどよりは、はいはい、波のこれディスク2に、はい、変えて、再スタートすると先ほど見たエンディングのところへ、はい、飛びます。あ、早いですね、はい、飛びましたね、飛びましたね、随分飛びましたね、はい、大ジャンプします。はい、素晴らしい。でこちら、再びシャアの高笑いが、発生して、暗転しきったらストップでよろしくお願いいたします。はい、これ仕組み的にはどうなってるんですか。ですね、ディスク1の3面ということは、はい、ディスク2でいうと、はい、ステージ6が真裏にあるのでそこへジャンプしているという、あ、雑な感じですね。そうですね。さあここでストップお願いします。
はい、ありがとうございました。でおまけでこちら、爆技を使ってるのでステージ4で発生していた、ゲームオーバー場面集がおまけで見られますのでお楽しみください。はい、はい、お願いします。まあ本番なんとか死なずに済みましたからね。そうですね、ノーミスだったんでよかったです。結構練習ではちょっとミスったりして、はい、死んでたりしたんで、はい、うん、どうかなと思いましたけども、はい、東京で練習してる時は、はい、1回は、はい、どこかで死んでたの で、 で、ね、本番でノーミスだったのです、はい、すごい良かったです。良かったですね。これがあの先ほどの地雷ですね。地雷ですね。はい、これでゲームオーバー。はい、このパターン、要するに選択を間違えるとこのパターンでどんどん、ま、ね、やられていくと、はい、今度はセントリーガンでガンダムが慌てふためく様子が可愛い。あ、可愛いですね。うわーってなる。これは可愛い、はい、で今度はロケット砲というか、はい、ミサイルランチャーみたいな。そうですね。でうわー、あー、何もできない。これは何もできない。次々と死んでいく場面が、はい、で、マゼラアタックですね。はい、はい、ガンダムの装甲は熱いはずなんですが、はい、うわー、ここ、最後ですね、はい、ザクですね。さあザクが、さあ最強の武器ザクマシンガンで攻撃してきて、はい、死にます、はい、でここでバグってしまって、名店でストップするのでもうこちら、はい、終わりとなります。はい、はい、ありがとうございました。これがあの余面の、はい、バラエティ豊かな死にざまというところでしたね。はい、はい、5種類ほどあるゲームオーバー集でした、はい、ということで、こちら、ガンダムの、RT の配信終わらせていただきたいと思います、はい、ありがとうございました。とりあえずプレイしてみていかがでしたか。いやー楽しかったですね、はいはい、皆さんも楽しかったと、はい、はいはい、ドッカンドッカン笑い声が聞こえたんで、はい、ありがとうございました、はい、こちら、ですね、カクさんのちょっと宣伝、はいはい、まあ、解説させていただいたカクですけども、明日16時ぐらいから、マリオオールファイブスゲームスリーデというものが、あります。それのマリオ1を担当させていただきますのでそちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。それでは、はいはい、それでですねユニークゲームタイムはまだまだ、続きますので、後ほど、まかまか、ありますのでよろしくお願いします。それでは夜までお楽しみください、はい、ありがとうございます。